近代戦における大砲兵戦とは、対峙している砲兵部隊同士がそれぞれ殲滅を狙って直接砲撃し合う戦闘のことを指し、どちらかが壊滅あるいは解消するまで撃ち合う戦闘だよね。しかしながら、このウクライナ侵略戦争におけるウクライナ軍砲兵部隊の戦い方はこれまでとは違うとして、ウクライナ軍砲兵部隊のベテラン将校が榴弾砲同士が撃ち合う砲撃戦は過去のものになったと語っていることが伝えられているぜ。今回はウクライナ侵略戦争における大砲兵戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このウクライナ軍将校が語るところによると、大砲兵戦の戦い方を変えたのは、ドローンと精密誘導弾、そして大砲兵レーダーの存在であるというんだ。この侵略戦争でこれまでに最も脚光を浴びた兵器といえば、なんといっても無人航空機 AUV ドローンだろうね。開戦当初に話題となったドローンは、トルコ製の偵察監視攻撃のいずれの任務もこなせる大型ドローン、バイラクタル TB2 で、特に侵略開始当初の2022年3月にウクライナの首都キーウを目指して侵入してきた。ロシア軍部隊の車列に攻撃を加えるなどして、首都防衛の盾役者として称賛する歌などが作られるなどしていたな。また2022年4月にはウクライナに対してアメリカから、自爆攻撃型ドローンスイッチブレードが100機供与され、ロシア軍の兵員や戦車などを攻撃する動画などが出回ったぜ。ウクライナ軍ではスイッチブレードは、ウクライナ軍の特殊部隊を中心に実戦で使用されているとしており、供与したアメリカ軍がウクライナ軍兵士を訓練した上で、ロシア軍への攻撃に運用され戦果を上げていることが明らかになっているよ。ウクライナ軍では国外からウクライナを支えてくれるパートナーの支援によって、ウクライナ軍兵士への訓練が試され前線で良い戦果を上げていることが証明されたと伝えているんだ。このアメリカが供与したスイッチブレードは、エアロバイロンメント社によって開発された、自爆攻撃型無人航空機徘徊型兵器で、アメリカ陸軍が開発を進めてきた。殺傷性小型飛翔弾薬システムリーガルミニアチャーエアリアルミサイルシステムとして開発されたドローンで、アメリカ軍の他にイギリス軍が運用していたもので、今回供与されたウクライナ軍がそれに加わったってわけ。攻撃用としては3つのタイプがあり、人員や飛走行車両などソフトターゲットを標的とする小型のスイッチブレード300、戦車など装甲車両を標的とするスイッチブレード600があり、その他に偵察監視用の非武装のブラックウィングもあるぜ。これらの攻撃型ドローンがロシア軍砲兵部隊を攻撃することももちろんあるが、ウクライナでの大砲兵戦において、ドローンがこれまでの戦いを変えたのは、敵砲兵部隊が展開している地点の探索と、そこに攻撃を加えた際の弾着の確認を確実に実行できるようになったことだろうな。これまでの大砲兵戦においては、偵察や弾着確認は敵陣深く潜入した偵察部隊やヘリコプターなどの航空機からの、目視によって行われていたものが、偵察用ドローンを飛行させることで安全に実施できるようになったよね。ウクライナでは侵略戦争以前から UAV が急速に普及していたとされ、それらの技術が軍事用に転用されているよ。戦場でドローンを使用することにより、指揮官は敵軍の配置と動きに関する情報を素早くかつ正確に収集でき、射撃位置や砲撃目標を調整することができ、さらに、ウクライナ軍はこれらのデータを精密誘導砲弾や、ロケット弾などへインプットすることで砲撃の精度向上を図っており、軍は核攻撃の効果を最大化しつつ、周辺の一般住民への巻き添え被害を最小限に抑えることができ、さらに、ドローンを使用することで、砲兵部隊指揮官は自部隊による攻撃の効果を素早く評価することが可能となり、それに応じて戦術を調整して砲撃の効果を最大化し、目標を確実に破壊殲滅することができるんだ。また、ドローンの使用によって大砲兵戦における死傷者発生リスクを大幅に減らすことができるというぜ。無人のドローンを、偵察やターゲットの捕捉監視などの敵地への潜入が伴う危険なタスクにおいて、兵士の代わりに使用することにより、ウクライナ軍は大砲兵戦での死傷者発生リスクを大幅に減らすことができているな。
もちろんロシア軍の砲兵部隊も偵察ドローンを活用しているが、ドローン技術がより発達しているウクライナ軍は、ドローンの運用に人工知能 AI テクノロジーを活用することでロシア軍とは大きな差があるぜ。AI 対応ドローンは、戦場における現在のターゲットだけでなく潜在的なターゲットも炙り出し、これらのターゲットが配置されている状況を識別することができ、さらに読み取った地形データを分析することで、敵軍の部隊配置がもたらすリスクをより正確に分析して評価し、自軍砲兵の配置などについてフルタイムにより正確な決定を下すことができるからね。また、ウクライナがアメリカから供与されているアメリカ製の 155mm 榴弾砲用の GPS 精密誘導砲弾である。M982 エクスカリバーや高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システム MLRS から発射可能な GPS 精密誘導ロケット弾 GMLRS の M30、M31 などの存在も対砲兵線を変えたとしてウクライナ軍砲兵部隊将校は指摘したよ。ロシア軍にも独自開発の誘導弾が存在しているとしながらも、その精度はアメリカ製の誘導弾と比べれば、大きく劣っているとされているだけでなく、それらの保有弾数も少ないと見られウクライナ軍と同様には活用できていないとも指摘したな。ロシア軍の砲兵部隊にはこれらの精密誘導砲弾によって確実に砲撃が加えられ、さらにアメリカ製の誘導弾が長射程であることから、ロシア軍砲兵部隊に砲弾を供給する後方の弾薬庫などの、兵站施設にも砲撃を加えることで砲弾の補給がままならない状況に陥れているため、ロシア軍からの砲撃が明らかにヘリ戦力の弱体化に成功しているとされているんだ。一方、ロシア軍にはこうした砲撃が可能な砲弾やロケット弾がなく、対砲兵戦においてロシア軍砲兵が、命を守るには幸運を祈るしかないこととは対照的に、ウクライナ軍砲兵部隊は被害を最小限に抑えて有効な砲撃を加えることができているというぜ。また、ウクライナ軍砲兵部隊がロシア軍砲兵部隊に対して優位に立てる要素として、イギリスとフランスから供与された長距離巡航ミサイル SCALPEG ストームシャドウの存在も大きいらしい。SCALPEG ストームシャドウはスホイ 24M 爆撃機などに搭載され、250km 以上を巡航して GPS 誘導などによって、正確に目標を攻撃する空中発射型の対地ミサイルで、これによって GMLRS では攻撃が難しい場所にある、ロシア軍の兵器庫弾薬庫などを攻撃して戦果を上げているとされているよ。また、ウクライナ軍が対砲兵線を有利に展開している要素として対砲兵レーダーがあるんだ。アメリカは2014年のロシアによるクリミア侵攻の後からウクライナに対する軍事支援を行っており、いくつかの最新鋭兵器を提供していて、その中の一つに ANTP936 対砲兵レーダーがあるね。クリミア侵攻の翌年2015年に ANTP936 対砲兵レーダー2機をウクライナに提供していたほか、侵略開始後の軍事支援として2022年3月10機を供与し、オランダからも5機がウクライナに送られていたんだ。この対砲兵レーダーとは索敵範囲内に侵入する砲弾やロケット弾を検知し、それが発射された砲撃地点を検出し、敵砲兵部隊の位置を迅速かつ自動的に探知して速やかに反撃することを可能にするもので、このレーダーによってウクライナ軍砲兵部隊の損害に対しロシア軍砲兵部隊の損害は3倍以上に上っているぜ。ロシア軍も対砲兵レーダーを運用しているものの、最前線での対砲兵レーダーの不足を訴えていたロシア軍、第58連合軍のイワン・ポポフ少将が解任されるなど、その絶対数が少ないと見られているな。このようにウクライナの戦線で現在展開されている対砲兵戦においてはウクライナ軍が優勢となっていて、反転攻勢作戦の進捗に大きく貢献しているとされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。このところウクライナの最前線においてロシア軍の T90 戦車がよく見られるようになり、攻撃を受けて破壊される動画や画像が SNS などで散見されるようになっているよね。このことはロシア軍がこれまでは T72 や T80 などを主力として、
最新の量産型である T90 を温存する傾向にあったものが、T72 や T80 の損失が大きくなり、モスボール保管されていた古いタイプを回収した上で最前線に送り込んでいたものが、その在庫すら枯渇したためにさらに旧式の T62 や T54-55 の保管在庫まで引っ張り出していたよな。それがここ数ヶ月においてはこれまで損失が多かった T80 などの損失が減少し、最前線で破壊される T90M が60両ほど確認されるなどして、これまでと比べて極端に増加しているというぜ。そうだね。さて今回はロシア軍の T90 戦車の損失増加について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の件に関して10月10日のフォーブスジャパンに、ロシア軍の T90 の損失が急増しているのは、ロシア国内の戦車製造工場が戦時体制によって T90 の増産に取り掛かっているためだと主張する軍事評論家の記事が掲載されているよ。その記事によると、最前線において T90 の損失が急増している理由は、ロシアがウクライナ侵略を開始してから1年と9ヶ月目となった今になって、前線に配備されている T90 が増えていることと関係しているとして、ロシア軍の T90 の損失数が増えているのは配備されている T90 の総数がここに来て増えているためだというんだ。ウクライナ侵略以降、想定していなかった数の戦車を失ったことで、慌てて古い在庫を引っ張り出して対応したが、この記事ではそれはあくまでロシアの軍需産業界が戦時体制を取り、西側諸国からの輸入に頼っていた高品質な電子機器などの制裁が強化されたことに対応して、代替品を増産できるようになる間の応急処置であるとしているな。さらに記事では、ロシアはこの2年ほど戦車の生産を増やす動きを見せていて、その取り組みが実を結びつつあり、西側諸国の制裁対象の一つであるフランス製光学機器については、国産の機器開発が進み代替品が登場しているとして、国内における戦車生産に支障がなくなったことを指摘したぜ。そして、これまでは現行の現役戦車である T72B3M と T90M を製造する工場がスベルドロフスク州のウラルバゴンザボード工場だけで、このウラルバゴンザボード工場ではウクライナが提供されているドイツ製のレオパルト2や、イギリス製のチャレンジャー2にアメリカ製の M1 エイブラムスなどの西側諸国製の新型戦車の総数に匹敵するとされる T90M を、わずか6ヶ月の期間で製造することができるとされ、それに加えて現在では、シベリアにあるオムスクトランスマッシュ工場において T80BVM の生産を開始するために生産設備の一新を進めているとしているね。このことを裏付ける報道としてアメリカのメディアである CNN が今年の4月に、ウラルバゴンザボード工場の戦車生産数が推定で月に20両前後のであると思われると報じていることを挙げたほか、ウクライナの軍事専門サイトであるディフェンスエクスプレスが、ウラルバゴンザボード工場に加えて、オムスクトランスマッシュ工場と改修されて戦車製造を開始した様々な事業所などにおける、戦車の新規製造数が全体につき90両の戦車を生産する能力を持つ可能性があると報じたことをこの記事では取り上げていて、もしディフェンスエクスプレスの数字が正確であれば、ロシアは戦闘によって毎月損失する戦車の数をほぼ補える T90、T80、T72 の新型タイプの戦車を最前線に送り込むことができるとしているみたい。ロシアのウラジミール・プーチン大統領はロシア人ジャーナリストとのインタビューで、ロシアは今後3年間で1600両以上の戦車を生産し、近代化すると述べていて、これはつまり年間500両以上のペースで戦車を生産するということになるんだ。かつて旧ソビエト連邦は第二次世界大戦末期の1944年から1945年において、年間1万両以上の T34 戦車を大量に製造したが、その頃のソ連にはそれだけの工業力があったな。しかし、今のロシアにはそれだけの工業力がないばかりか。近年の高度なシステムによって複雑化した戦車を年間数百両ペースで製造する生産能力を持っておらず、西側諸国においてでさえ最新型の戦車を急遽増産できるほどの生産能力はないぜ。このインタビューにおけるプーチン大統領の発言中で注目したいのは増産する1600両の中に近代化も含んでいる点であり、
おそらく今のロシアで生産されている戦車は新規生産ではなく、近代化を施した車両がその多くを占めているとの見方があるね。実際にロシア軍が最前線に投入している T90 戦車は初期型の既存の T90 の改修モデルである T90M で、1992年収益のこの旧型タイプの T90 をロシア軍はウクライナ侵略以前に350両保有していたんだ。ロシアは T90M を200両生産するとしているんだけど、現在最前線に送り込まれている T90 戦車はおそらくは新規生産されたものではなく、この既存の T90 に近代化改修を施してアップグレードされたものと考えられるよ。この T90M のほか、ここ数ヶ月では最前線でもよく見かけるのが T62M だが、これも1962年に運用が始まった第二世代主力戦車の T62 の近代化改修版であり、その多くが倉庫で眠っていたモスボール保管された車両で、ロシア軍では3年がかりで800両の T62 を T62MV に近代化するとしていることなどからして、プーチンがインタビューで語った今後3年で生産される1600両のうち、少なくとも1000両は現在保有している保管在庫含む戦車の近代化ということになり、フォーブスジャパンの記事にあるようにロシアの戦車生産能力が向上しているという主張は怪しいな。さらにロシア軍は1950年代に収益した T54-55 戦車をやはり保管倉庫から引っ張り出し、移送する様子が確認されていて、こちらも近代化した上で戦線に投入されるものと推測されており、これもプーチン大統領が語った新しく生産する戦車の中に入るとするならば、残りの600両もまたそのほとんどが既存戦車の近代化と思われると指摘する声が上がっているぜ。このように考えるならば、フォーベスジャパンの記事が主張しているように、ロシア軍の T90 の損失がここ最近で増加しているのが、保有していた350両の旧タイプの T90 に近代化改修を施した T90M であるならば、新たに最前線に届けられて配備数が増えというのは正しいが、そのことが直ちにロシアの軍需産業の戦車生産能力が向上したとは言い切れないってわけだ。しかもこの最近のペースでウクライナ軍に破壊され続ければ、350両あった T90 の在庫が枯渇し、最前線の T90 が減少一方になる可能性があるだろうな。フォーベスジャパンの記事では T90 の損失の急増は、ロシアの大量虐殺的な戦争にとって良いニュースだと考えるのは甘い見方だとして、だが、ロシアの戦車産業が取っている戦時体制が徐々にではあるがうまくいっているとしているが、その戦車産業がうまくいっているのが近代化改修だけである可能性は否定できず、ロシアの戦車生産能力がウクライナ侵略戦争における損失を上回るとするのはやや早計であろうとの見方が多いみたい。さらにこのフォーベスジャパンの記事を書いたライターは、ウクライナ軍で懸念されるのはウクライナ国内の主力戦車工場であるハルキウ州にあるマリシェフ工場が、未だに新型戦車を生産していないことだとして、外国から供与される戦車が頼りのウクライナが、自国の戦車を生産していないことが不安材料だとしているんだって。しかしながらウクライナ国内では今、ドイツの主力戦車レオパルト2を生産している防衛産業企業のラインメタル社が、ウクライナ国内に戦車生産工場の設立を推進していると明らかにしているなど、今後ウクライナ軍の装備は西側諸国のものに置き換えられと見られていて、旧ソ連ロシア製の戦車や装甲戦闘車両を、改めて国内で生産する必要性が薄くなっていると指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月22日にウクライナ国防省が XQ ツイッターに、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を取る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらず覗きになっていることから、
ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナ軍のドローン活用について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されている、スイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているんだって。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるよ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能なんだ。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、正しにドローンに搭乗しているかのような、映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるぜ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることで、すぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に、突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンに、カメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているね。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどは、ミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されているんだ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるな。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第二世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているね。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなんだけど、自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた。第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手砲と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるよ。それらの危険を避けるために、
装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T-72 で採用されたみたい。T-72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていて、それを見ると、自動装填用のアームによって、砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T-72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いってわけだ。結局、T-72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したよね。この T-72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において、多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱との別称で T-72 を揶揄していたことが伝えられているみたい。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T-72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にアルバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルト2は全てその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や100式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらは全て自動装填装置を採用しているぜ。西側戦車が T-72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある。T-72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているのであるが、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際には、バスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いらしい。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T-72 の砲塔上部の装甲が薄いため直上から、ジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて車体下部の、弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱と霞んだよね。これらのことから、T-72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。